はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、ね、やっていこうと思うんですが、まあなんかね、いろいろとお知らせがいっぱい来ていて、まあ引けるガチャがね、なんか増えてたんで、ちょっとやっていこうと思うんですが、1日1回ね、無料単発、ね、1日1回じゃないね、1日2回ね、この、まあなんか2023の受賞記念ガチャみたいなやつ、引かせてくれるみたいなんで、まあこれはね、ちょっと引いていこうかなと思いますということで、ね、まあちょっと早速1回引いてみようか。で、今回ちょっとね、何を引こうかというと、なんか1万ジェムまた配られたんで、貯めときたいという気持ちもあるんだけど、ダブルロックガチャかな、ダブルラックガチャか。あれね、ちょっと一回引いてみようかなと、今日は思ってますということでね。まあそれをね、メインにしつつ、まあ他のね、こういうのもちょっと、引いていこうかなという感じですね。さあ、ちょっとね、600万ダウンロードのチケットの方も、溜まってるやつ今20枚あるんで、2回ね、引いてみようと思いますという感じですね。さあ、星さんいるかどうか。金玉は多いけど、みんな星2なのかな、この感じは。はい。もう一回行きましょう。さあ、来い。金玉ならずの左なら、今回もちょっとなさそうですね。はい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 。なるはや納豆包囲網ができてるけど。マジで納豆多いな、今回。はい、半端分は、まあ、取っておきましょうか。で、いつもの単発の方も、一緒に引いちゃいましょう。いけ。さてさて、はい、でじゃあ本日本命のね、これか、600万ダウンロード記念の、厳選ダブルロックガチャです、ダブルラックガチャですね。こちらちょっと引いていきましょう。ね、まあ狙いとしては試合詐欺ですね。かける2である必要はないんだよね。貫突リーチなんで、試合詐欺が1体出てくれれば、まあそれが一番の大当たりかなと、個人的には思ってますよ、という感じですね。で、サポカの方に関しては、まだね、貫突してるものはないので、まあ何が出ても重なって、育ってくれればよしかな、ということは思ってますよ、というところかな。オッケー、じゃあちょっと引いてみましょう。いきます。何気にダブルラックガチャ引くの初めてなんで、どんな感じなのかも含めてね、ちょっと見ていきましょう。まず演出国神からの、まあちょっと最初は外してそうかな。まあここからいつも通りのラックガチャと同じで引き直しが入るわけだと思うんだけど、でこれ別々に引き直せんのかな。なんか一度に回っちゃうんだとあれだと思ったんだけど、あ、これ別々に引き直せるね。オッケーオッケー。まずは選手から行きましょう。イエモン。引き直しましょう。頼む。イサギ来ないかな、マジで。もう一回。ちょっと厳しい。ちょっと厳しいか。おっと。指導か、どうしようかな。ちょっと一旦保留、こっち引きましょう。さあ、世界一は俺だ。もう一回行きましょう。チーム V。さあ。ワンタイムキルカウンター。いやー、夜の自主練、そろそろなんか出てくれ。SSR、頼む。空間認識。いけ。いやー、ちょっとサポカの方、全然出ないね。もう一回。よし。あー、オッケー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 。ここはね、とりあえずレベル80にはなってるんだけど、
サポカはこれで OK。 指導どうしよっか。ちょっと一旦確定せずに戻って、ちょっと確認しましょう。まず、アニバの潔柱なんですが、まあ、これはね、3月になったから、交換所で交換してレベル80に上げたので、レベルアップはしないんですが、まあ、ここが重なるのは嬉しいので、よしという感じですね。で、指導なんですが、現在85で止まっていて、ピース0か。いや、これだったら潔目指して、ちょっと引いてもいいか、続けて。もう一回行きましょう。いけ、頼む。おっと、考えるよね。あー、ルナか。日本がサッカーで世界一になるためのプロジェクトなんてさ。あ、ルナはね、25ピース。ちょっと待って、ルナはね、まだ80になってないから、場合によってはありなんだよね。70か。70でピースが22ある。あー、まあルナでもいいか。いや、潔狙いたいけどね。これでもたまたま連続で出てるけど、あと5回だとちょっと引けない可能性もあるからな。ちょっと怖いよな。どうしよう。もう一回だけ行っていいか、頼む。いやー、待って、ちょっとルナでやめればよかったってならないかな。あと4回、頼む。いや、まずい。もう一回行きましょう。いや、ちょっと頼む。おーっと、フィールドのキングはこの俺だ。あ、ちょっと待って、そっちのバローか。あと2回じゃ怖えな。一応ね、初期バローは貫突してるんだけど、そっちのバローはまだ貫突してないので、まあ、ありといえばありなんだけど、でもここでやめるんだったらルナのが良かったな、ぐらいの感じですかね。そうだね、こっちのバローも70で止まってて、ピースが23だから、まあ、75になるって意味では条件ルナと一緒なんだけど、まあ、だったらルナを推し進めた方が良かったなと思うけど、あと2回しかチャンスないってなると、ちょっと無茶できないので、これで確定かな。はい、これで確定しましょう。 OK。 まあ、あと2回できるわけですが、まあ、とりあえず今回はこれだ、やめとこうかな。一応3月7日までなんで、日が変わったらもしかしたらもうちょっとだけ、追撃することもできるよというところですね。ね、あ、上げようと思えば上げられるって感じか。ちょっと85に上げちゃおっか。まあ80から85はね、そんなに急ぎで上げることでもないんだけど、せっかく上がるのであればパワーアップさせておきましょう。 OK。 よし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 。アニバのサポカが育つのは、嬉しいですかね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いいよいしょ。